エミーのピースで皆さんちょっとお待ちください。サイピョンが今、充電器と何取りに行ってんだ、何取りに行ってるんだっけ、充電器と何かを取りに行ってるので私の指で、バンはされないようにちょっと今しのいでます。あ、電波が悪いのか。こんばんにゃん、どうもどうも、ちょっと待ってね。サイピョンはあともうちょっとできます。あと5秒ぐらいかな喋っとかないとやばいかなと思って。やばい。でも電波大丈夫で、え、大丈夫になったっぽい。うん、大丈夫だってサイが改善したもん。あ、なるほどね、うん、かわいく全然見れてない。かわいくかわいく、サイがやっとんやんけん、すごいくせえな。ん、届くそれ泣きそう、ガタンってなってたよ。やっぱ人がいるっていいね。どうした、映れる人間がいるってやっぱありがたい、こういう時にさ。確かに、ね、作ってもらって申し訳ないんだけどやっぱこっちに食べた。は、全然。あにゃせよー、こんにちは、こんばんは。私は今日は公園だったのでこんな髪の毛ですが、ちょっと映りが悪いかもしれないので少ししなくていいよ。嘘あ、佐藤敏夫さん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、嬉しい。可愛くほらどんだけ可愛くないねんそれ、大丈夫、おいおいやって、サイモン覚えてみよう。優しく優しく歌って、かわいい、聞きたい聞きたい、歌聞きたい、今歌わりバレちゃう。ヘイ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 、エミリーラーメン食べてるやろって言われた。違うよね、うん、違うよ、全然違う、鼻水の音だよそうだよ、エミリーの鼻水の音だよ、ね、すごくない、もう泣くのに。ヘイ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 、ね、やっぱ私たちの力、うん、今日意外とね水ちゃんと飲んでる、いつもあんまそのままに先生可愛くしか言ってない。はい、可愛く、可愛くないよ多分ほら、ね、カウントしようもん、可愛くしか言ってない。かわいい、ちょっと見てほしいんだけど、見たい、後ろのゆいな見てほしい。え、ゆいなちゃんいるんだ、ちゃんと研究生はいるんですよね。体操座りでかい、うん、戻ってるじゃん、足だけね、うん、足だけしかわからんと、かわいくない、覚えてるの、多分覚えてないと思う覚えてないんかい、わかんない、かわいい、どこなんだろう、どこ覚えてるか意味知らないんだよね、一回聞いたけど忘れちゃった。話せれば送りたいんですけど、プリンセスはプレミアム使ってますって、あれ黒いのプレミアム、そうプレミアムでした。なんで直しちゃダメなの、あ、今のとこ立ちじばれちゃう、違う、ああ先生の声、そう先生の声が入ってるからちょっとね、たまにはちょっとちっちゃくしないとダメね。もう本当にさ、エミリーが練習してるからさ、それ覚えちゃってさ、曲すごいよ
当知らなくてさ、古典なんてさ、うん、すごいよね、みんなすごい、うん、覚えちゃってるのがすごい夢だー、ね、カウントでやるかな、ステージやるよね、さすがに。私たちはカウントでやって着替えてやってみようってなって、うん、頭から着替えてやったか先生怖くないよ、めっちゃ優しいよね、うん、もうなんか下着の話になった、みんなで私たちの、うん、うん、確かその話になった。これいいぞって先生が言ってた。見た目がいいよね自分の、うん、みんなにこんなこういうのがいいんじゃないみたいな、みんな持ってないのって話してて、わからないレディオネームこの歌かわいいんだよで、そのラジオで自分の好きな人にしか呼んでない呼び名で、うん、DJ のリクエストを送ってて、その人がその曲を聴いたらその人だけに分かるメッセージみたいなっていう歌、みんな伝わるよっていう可愛い曲。じゃあさえもお互いしか分かんない、そうそうそう、その人にクレームとかってそれ読んだらってこと、そういうこと、そうそうそう、 DJ のリクエストで読んだ時に聴いてくれてみたいな。言っていいんだっけ、あ、なんか、あ、いいわ、いや、なんか名前呼ばれる人のあれは、あ、秘密か、秘密、うん、警報公演もめっちゃ、あの、何仕掛けじゃないけどさ、うん、あるから、これお楽しみにですね、みんな。リハ誰の名前呼ぶか、ちょっと楽しみにしてさえ決まっちゃってるよ。え、なんでもう決まったよね、年齢で誰やるかっていう。分かった、社長やろ違う、まあ、ええー、だ名字、え、下の名前なんだろう、いや、あれだよ、上田さんって名前なんだ、 LINE の、ああ上田は綺麗だ、面白い、ジッパー誰なんやろうなって。やっぱジッパー人気だよね、ね、あのユニット、なんかおにゅうとか言われるんかと思ってた、ね、おにゅうも可愛いよね、6月の対面お話し会参加するよ、ありがとう、楽しみだね、ほらリクエスト聞いてくれるわ、一番好きな番組って言ってたからって、くれてるわ、一番気に入ってる番組って言ってたから、 DJ と今なら起きてる、誰にしかわからないレディオネーム、リクエスト読まれたら気づくはず、だってそれをなんか楽しくのんきに歌ってる、夢の、あ、なんかちょっと、ん、夢のデッドボディのギターにエミリーを操縦だって、前やったもんね、あれで、そうね、でさて何でしょう、さてエミリーは何のユニットでしょうか、ね、どう思った、え、そこなんよ、この手が今もあかん、うん、ちょっとふにゃりすぎやんだって、こっちが
その後の伸びのとこはめっちゃ良かったんやけど、ああいやね。すが出てる。いやね。ん？うん。もうこのバレエの手。ここ。うん。まあさて、あのあなもやんねいなもやんねい、ステージでさやった時にさ省略されたのめっちゃ思うよね。結局こんな頑張ってた。そう、あ、やっぱで間に合わんけんとか言ってさ、なくなったらあまり思わない。こんな練習したのに。しかなんかダンス変わっちゃったら大丈夫ないよ。それはでもそれ意識してればいいんだもんね。それがあれなんだよね、うんうん、ねえ聞きたかったサビ。あ、見やね見やね。さまよっていたここにだって天使はいる。誰かにわかんない。誰もなかった感じたの孤独だけさ、動き出した始発。つま先見たよ。先生もう叫びまくりや。見やね見やね始まる。目撃者よかった、ありがとうございます。目撃者最高に決まってんね。最高だ、最高だよなあの公演、うん、私は小島春菜さんのポジションなんですが、あかりちゃんとね締め多いし、あかりちゃんが卒業しちゃうからさ寂しいよね。このポジション空いちゃうんだよ。やろ。いや、新公演始まってか初めて勝利をするか、うん、チーム H ですって。チーム H の私です。みんな見ましたか、なんか DMM。 でもこの曲結構好きなんだけど。コンコンしちゃったよ。首？首ねってよ。ちゃんと聞かな先生ね。できてるから。はい。できてるから。うん、できてるから。見ました？どうでした？教えて教えて。愛知の配信で、愛知の配信出ました。また愛知の話。愛知の配信出たねって話。いい。今愛知と LINE しとる。そういえばなんでなんでって、業務連絡、業務連絡っていうか、あのこの前それがご飯代みんなのやつ一気に払ってたから、うん、なんかいくらでしたか教えてくださいって言われて、なんて失礼なやつだ。大丈夫よんって言った。失礼ない。
後輩はね気に入っちゃうよねやっぱ。でも美咲にねそれを聞いたよって話したの。何を？そのサイピョンからいくらだったかって聞いたんよ。聞いたよっていうの言ったら、あ、それとまた別、これはサイがもう払ったよ。あ、エミリーも払って。もうね、あのチームメイトになってからさ、みんながさご飯誘ってくれるからさ、うん、大変大変。エミリーちょっと待ってやってよ連れてったれ、絶対に。なんか初日終わりもありそうだけどね、あのエミリーはあるんじゃない。絶対家帰ると思う。疲れてみ、家帰る癖ついちゃってるもん。いやもうなことさえとみちゃんで、まあこう話してないよね別に。ご飯食べてるかなんもないです。みんなが集まってるのね、仲良さそうですねそう考えると多分 ないかも。いやあるやろ。でもさ、ひどりが好きな子多くない？いやてか普通にその MC でね、うん、エミリーの話しとってさ、エイチの MC で言ったやん、うん、その時もなんかひじりがね、いや KO は始まってないからっすよみたいな、うん、でね、確かに今からね、どうなるか分からんしさ。いやほら、栗山ちゃん連れてったで、うん、チーズケーキもらったんやっけ。全別のもので返すよこの人だけね、一人だけね特別仕様やったね、うん、なんか箱持って帰ってきてもこの子めっちゃうまかった、うん、どう思います？変なダンス。いつであのご飯行ったことなかったくない？なかったね。結局でも後輩と一緒に行くってなってもさ、なかったよね。なかった。本当に同期だけしかなかったね。うん、かもう日向が言ってる日向とかさ、うん、そのとか。そうね、その T2 の週で行くことは多くても、うん、確かに。ね、休憩長くない？立って踊んない？あ、でも今日は立って踊んないえ、さっき言ったよね、足痛いよ。あれその顔、軽くしか踊らん、ほんまにやばいやつしか踊らん、うん、エミリー、その前に歌詞覚えなきゃ。さっき言ってる声と違う、ガチガチそうね、うん、あ、まあ、あざだらけなのは知っとる、うん、さ、エミューさ、大きくやるしさ、なんかね、右体重になってるらしくて、うん、だから、ここの側面が痛くなるの。あ、張って、よくない、立ち方ってよくないよ。よくない。足痛いなと思ったら立ち方が悪いから足痛くなるんですよね。さえちゃん先生意外と厳しいって。あのね、ジャズの振りの時のね、サビはもう鬼うん、あのエミリーに指導してるんですけどね、最近しおり先生ばりの、うん、うん、やばい、サイピョンじゃない、いやサイピョンやけど。そうね、うん、厳しくいくから。多分ね、あのドガのレッスンだけ来たがいいと思う、慶応の、うん、で多分初日見た時にエミはこうやって指導してもらってるからいいけど、うん、多分ね、うずうずすると思うもっと伸びてるとか、うん、なんか何が厳しいって何回もさせるんですよ私エミリーに、うん、はいもう一回、はい汚い、もう一回、うん、それがもう鬼の指導なんよ。
まあね、エミリーが綺麗にね、映った方がいいやろ。うんうんうん、そうそうそう。エミリー、ヘタピって生まれたら嫌だな。でしょ、ちょっとぐらい曲げ合わせた。ジャズってむずいよね。まあ私もジャズダンスをしたことはないんですけど。エミリー、てかそもそもさ、研究生の頃ジャズレッスンもが嫌で、ね、やってたけど途中でアキレス腱痛くなって、そこからもうエミリーもあ、もうジャズ無理だってなって嫌いになって、なんでジャズのねレッスンだけずっと参加してなかったんですよ。え、そうだっけ。うん、ジャズだけ抜けてた。何してたの。見せた座って、もう痛かったな、アキレス腱がどうしても。しかもね、ジャズの授業ってあのお昼ご飯の後でさ、いいよ、ね、もうさ音楽もゆっくりやけさ、みんな寝そうだって。で、何がいい。美味しい。何がいい。一旦チョコ食べていい。うん、どっちか。もういちご。いちご、じゃあチョコと抹茶食べるね。からバレたらやばい曲多いから、ちょっとあっち、ちょ若干離れるね。若干ね。でも離れたくないから若干ね。なんだこいつは本当に。なんだこいつ。さえちゃん具合悪いんじゃなくてね、あの足を怪我しているので今日は履けてるんです。具合は悪くないです。具合悪いのって今来たから、途中履けてたからって。元気ですね。はい、すごく心も元気なんですけど、心も心は元気なんですけど、怪我してまして、本当に結構なね、うん、結構ね、結構な、結構な、結構かわいそうなんですよね。はい、私はかわいそうなとこ見ちゃってるからよりですね。でも私はみんなにさ、どこまで話していいのか分かんないからさ、何も止まってくださいね。お膝、お膝じゃないんですけどね。お膝ではないんですけど。HKT お膝もね。多いもんね。エミちゃん、ちょっとやばいよね。ん？エミちゃんのやつさ、気をつけないとやばいよね。やばいと思うよ。警報。でもエミの膝は強いと思う。前回も警報のさ、制服の目の時はさ、大変そうだったじゃん。本当に気をつけて。カルシウム、カルシウム、みんないりこ食べなきゃ。いりこ、いりこ食べり、うん、小魚学校の小魚買いたいね。給食に出てた、うん、アーモンドフィッシュ、うん、うん、え、好きな人。好き。あ、じゃあ買ったら最高じゃん。いやね。最近大きな買い物しましたか。毎日買い物してます。してません。なんだろう、記憶ないな。靴？エミリーの靴届きましたよ。T2 のみんな、なんかなんだっけ、アディダスの？うん。言った？ねえねえ、最近防水スプレー持ってない？持ってるよ。使いな。え、貸していい？うん。防水しないでさ、初めての日雨降るって知らなくて、うん、履いちゃってさ、しかも傘なくて濡れちゃったの。マジ？へえ。ねえ、いぶきもあかりも可愛いよね。なんか今日話してくれてたらしいね、MC。あ、そうなんです。M&A の新しい CM が出て、ん？いつからだっけあれ？昨日から？今日から？昨日から？昨日から
出ました第3弾って言った第3弾って言ったよね、それも怒った第3弾って言ったの。セリフ良かったですか？イエーイ。そう、ひょっこり現れるやつ。ってことは一緒にいられる？いられる？いられる？ってやつ。なんかあれ影でなんか自分の顔自分じゃないみたい、なんか不思議な顔してた。影ってうまい。聞こえました皆さん。言ってますわ、同居人がカヌレうまい言ってますわカヌレドハマり中。筋肉痛でさ、ここから上が上がんない。ここってなんて言うんだっけ、肩甲骨、肩甲骨とか背筋、背筋、あ、後ろ、うん、筋肉痛。よく使えてるってことでいいのかな、これって。じゃない、全身使うじゃん、だってその公園見ている、いると。まあどの声もそうですけど、やだやだ、ね、そんなそんな言いながらカヌレ食べないでおしゃれなもの、紅茶ないでよ紅茶入れたいね、うん、アルグレイ、うん、目撃者も、意外とね、でも楽しいよ。わ、イシさんタワーありがとうございます、ありがとう。ね、ありがとう。ありがとう。ありがとう。パワーの息。背中で合唱できる、できる。できる？え？背中で合唱。見えないね。背中で合唱。こうやって。背中でこう。今できてるんだけどね。おお、いいよ、できてます。エミ腕長いの、そういうこと関係あるかな腕長いとできるんか。ね、見た？目、うちの観葉植物ちゃんに新しい目が。違うの、もう一個のさ、ちっちゃい方のめくってみ、どこ、こっち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 、手前、こ、左側、ちっちゃいのいるやろ。お、ほんまや、ね、すごい、かわいい、すごい、どっから伸びてきてんねん。ねえ、優しい言葉かけて。どっから伸びてきたの？ねえ、どっから伸びてきたの？そうそうそう、こんな隠れて。今日誰がさ、ここに水あげた？はい、もう漏れてたよ水だ、うん、いやね違う、あの、嬉しくなって、なんかいつもより多めにあげちゃったうんだでもこの切ったところから伸びんな。うん、それはいいんだ。とりあえずここ、ここねえ、はい、伸びんなとか、や、伸びないね、伸びないね、うん、ね、でもさ、ここからも出てきてない。え、だから出てきてるね、えらいえらいって言わなきゃ。え、発見は言っちゃダメいいけど、褒めて、全部、ずっと出てきてるね、えらいね、そうそうそう、栄養いっぱいもらって、そういいね、でも栄養欲しいよ
ね、そんなぼやいちゃダメだよ。カヌレ、バイオカヌレ食べれないのかわいそうパキア。あっ名前言わないでよラムちゃん誰もうやだいいよね、ごめんね、嘘。ね、なんかちっちゃいのもう一個入ってる。ね、かわいいね。でもなんかさ、すごい、うん、なんか勢いがおかしな方向に。今日2個当てた。それ大事。今日めっちゃ早くかも。ね、霧吹きもしたし、エミリーもしたやろ絶対。え、そうよ、水あげすぎると根が腐るのも知ってる。全部私たちはもうお店の人に聞いたんで完璧なんです。お店の人にバカでかい植物おすすめされたくなるえ、あ、それはいいですって困ったよね、断り方がなんか、うん、でもこっちがいいかなとか言って、やっぱリビングって言っちゃったのがね。確かに。いや、エミ結構パキパキしてる方だと思うんだけど、これ今日の MC でも話したの、成長が嬉しいって。嬉しい、我が子の成長。二人でお世話してるよ、ちゃんと。二人で買いに行った海結構それ一番の思い出ないけど、それ二人の思い出かもカップみたいな感じでなんか犬か猫でも買いたんかなって思ったら、観葉植物ですっていう。でもね、それも命ですから。うん、そう、めでてる。もっと巻いてんってよ、これが足りんのよ。うん、綺麗これ練習すぎてこの曲めっちゃ好きなんだよ。巻いてん、腕巻いてん。その後ももう一回巻く練習して。さやさ、曲全部知ってるからさ、ゲヌ絶対楽しいだろうなって思わない？曲知ってみた方が絶対面白いよね。うん、そうね、ちょっとぐらいはね、もう頭に入ってた方が。え、愛知配信開始ってめっちゃ教えてくれるやん。じゃあ言っといて、さやちゃんがラブコールしてたよって。言っといてください。あ、みやね、緊張な。ごめんね、こんなとこに携帯置くからダメだよね、わかった向こうに置くね。愛してるよ。緊張な。ああ、びっくりしたね。すごい、イヤホンとかで聞いてる人だと鼓膜破けそう。ハートがトイレすでに恋しいの分かる。
あのさ、こう高さ変えやすいスタンドマイク、マイクスタンドさ、あの私たちのために買ってもらって、実は元々はあれじゃなかったんだけど、この高さ調節しやすいやつの方が入れやすくてって言ったの、スタッフさんに、舞台スタッフさんに。そしたら買うよって言って買ってくれて、3本。それも思い出。もう使う場所ないけどさ、なんか周年とかでぜひハート型があれば。かわいい先生、頑張って頑張って頑張って、うん、取れ、かわいいかわいい、かわいいフェスティバル、ねえ、錬金の衣装かわいいよね。クセがどうしちゃう、今日は結構早く起きたんで、もう眠たい。みんな明日仕事？明日何曜日だっけ？金曜日。金曜日か。え、もうすぐじゃん。そうだよ、初日。リップこれな。クナイプリップバームバニラの香りでございます。なんか普通に薬局とかで売ってました。薬局でリップ買ったんで、これ明日金曜日か。明日までやね、みんな学校とかお仕事の人は。透明リップです、これ。みんな頑張って、私も頑張ります。明日は撮影が2つほどございますが、そこまで朝早くないんで。熊本マラソンね、あいつ頑張るって言ってましたよ、今日。ナピとずっとふざけてるのバレてる？今日もふざけすぎて2人ともステージ上で大爆笑しちゃった。ヒーローちゃんはどんなイメージですか？ヒーローちゃん？ヒーローちゃんは、すっごいしっかりしてて、ダンスも覚えるの早いし、あとマナカとサヤがそのなんか出かけたりした時に、マナカが絶対ヒーローって本当にいい子で、すごいマナカがいつも言ってるから、
同期にそう言わせるってやっぱねえ、そんぐらいいい子なんやってその時から思ってました。ねえ、その歌もちょっと大きく。これあれ？BGM、 私の BGM。 私腕を組んでたと思った。そうだよね。どっちかで迷ったらしいです。腕を組んでか星かって言われました。でも星の衣装もすっごい、まあどっちも可愛いんだけど、めっちゃキラキラなんよ。それが可愛くて、でも腕を組んでもいつか本当にやりたい。すごい好き。って言われた。星の向こう側はラブさんのポジションです。毎回歌ってて思うんだけどさ、さえとあかりの声がさ、なんか似てない？似てないか、トーンが一緒。すごい。どの曲がお気に入りか、どの曲がお気に入りか、まあ、いびつな真珠とか、でも全然見通も好きだし、でも私まだ出てないんですけど、愛をくれも好き。めっちゃかな。みんなは何が好きなの？なんかコールが AKB 劇場でもさ再開したみたいだし、いつ再開してもいいように皆さん準備しておいてくださいね。ぜひお願いします。摩天楼のイントロでもワクワクしちゃう。あの曲は本当にいいよね。わかる。サボテンこっちはもう見てる側だから、いつももう本当に好き。本当に好き。なんかみんなが踊ってるの見てて可愛い。
太陽くらいの感想出すめっちゃむずいんだよね。でも踊れるよ。てかいつでも出れる。ミニスカートの妖精可愛かったね。毎回みんな可愛いけど、土井さんのアクセル、あきちゃんがいないとき誰がするのか。まあ私には回ってこないと思うんですけど、誰だろう。まだ多分そこをあれしてないと思う。当て込んでない気がする。まあさやではないでしょう、どう考えたって。あ、エミリーは今真剣に練習してますだよね。あ、休憩でした。頑張ってください。レイヤちゃんとおしゃべりする、うん、します。全然ね。まあ綺麗になったらやりたいけど、アロンさんありがとうございました。わありがとう、ありがとう。わありがとうございます。これ楽しかったですか。来てたよね。今日の髪型はね、ほぼメイクさん任せの髪やで。そろそろ終わります。遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。今日のメイクのポイントは、あの眉毛をが見えるからちゃんと描いたことですくらいですかね。あとはあんまりちょっと変わんないかな。はい、そうだよ、もう11時半になるよ。みんなゆっくり休んでくださいな。エミリー、うん、寝ないで。ねえ、最後バイバイして。ここバイバーイ。違う違う違う、ここに来て手でバイバイ。声じゃないんだ。うん、そりゃそう。バイバイキン。はい、これ読んだ。うん、どういう意味。じゃあ、これそう、13位からか。13位、リノノさん。12位、シルちゃん。11位、のぞみちゃん。久しぶりなの。10位、ルビンさん。9位、カッシー。8位、オタムさん。7位、シュンタロウさん。6位、アロンさん。5位、ゆずこしおさん。4位、香港のファンさん。3位、さやちゃんと結婚したいですさん。2位、佐藤としおさん。1位、イシさん。ありがとうございました。じゃあ
バイバイバイ、おやすみおやすみみ。